シングラリティ、またの名を技術的特異点。1980年代から AI 研究家の間で使用されるようになった言葉で、人間と人工知能の臨界点を指す言葉です。つまりそれは人間の脳と同レベルの AI が誕生する日を表しています。 AI の進化は人類の生活をより豊かにする反面、あらゆる業務やスキルが AI に代替されることで仕事を奪われる人が出てくると危惧されています。昨年もテキストをもとに一瞬で画像を作成するミッドジャーニーや、入力した質問に対してまるで人間のような対話形式で答えるチャット GPT が話題になっていますよね。今回はそんな AI の進化がヤバい件についてのお話です。世の平凡な皆さん、どうも普通のヤスです。このチャンネルでは特に何の取り柄もない私ヤスが、皆さんが知りたくなるテーマを分かりやすくまとめてお届けするチャンネルです。今回のテーマは AI の進化がヤバい件について。2016年世界に衝撃が走りました。 Google 傘下のディープマインド社が開発した囲碁 AI アルファ碁が初めてプロ棋士を下したのです。盤面が広く天文学的な数の局面が考えられる囲碁において、 AI がプロ棋士に勝つのはまだまだ先のことだと思われていました。チェスや将棋といった知能ゲームにおいてプロが AI に負けるケースが増えていく中で、囲碁はまさに最後の砦だったのです。 AI の進化のスピードの速さを感じさせるこのニュースは多くの人を驚かせ、そして来たるシンギュラリティが近いことを予感させました。そこから数年経ち、今では様々な場面で AI が使われています。例えば昨今開発が進められている自動運転技術です。日本では今年4月1日から特定の条件の下でドライバーのいない自動運転が可能になるレベル4が解禁されました。実用化が想定されているのは主に地方を走る無人運転バスであり、過疎化地域での足としての役割が期待されているそうです。 AI を用いた自動運転技術により、車両の運転や安全対策を効率的に行うことができ、事故の減少や交通渋滞の解消につながると期待されています。また AI は教育分野にも革新をもたらしています。AI を活用した個別学習プログラムや学習支援ツールが開発されており、生徒の学習進度や理解度に合わせて適切な指導を提供することができます。対話型 AI チャット GPT においても、本物の先生のような人間味あふれる対応で学習をサポートする AI 家庭教師サービスが登場したりなど、すでに教育の場面でも活用されつつあることがわかります。そして僕が最も驚いたことが、今年1月 Netflix が YouTube に投稿した犬と少年と名付けられた3分の短い動画作品です。この動画の特筆すべき点はなんと背景美術に AI を活用したこと。これまで手掛けた Netflix オリジナル作品に使った背景美術を集めて AI の学習に使ったとのこと。 Netflix が背景美術に AI を使った理由として、アニメ業界において圧倒的な人手不足が挙げられていました。実際にアニメ制作をした会社によると、 AI を活用したことにより業務が省略化され、その分の浮いた時間でスタッフはよりクリエイティブな仕事に注力できたそう。その他にも医療分野では AI を用いた画像診断システムによって MRI などの医療画像から自動的に病気を検出できるようになりました。また金融分野においては AI がビッグデータを分析して、従来の投資信託よりも安価に人間の感情に左右されない投資判断が可能になるなど、幅広い業界で AI は積極的に活用されています。このように AI は様々な場所で使われ、そして人類の役に立っていますが、 AI 技術を意図的に悪用した事例があるのも確かです。つい先日 SNS にてドナルド・トランプ氏の逮捕現場の画像が拡散されました。調査ジャーナリズム集団ベリングキャットの創設者であるエリオット・ヒギンズの Twitter のスレッドには、トランプが警官たちに囲まれ逃走し、刑務所のジャンプスーツを選ぶ場面が掲載されていたのです。これらの画像は300万回以上も閲覧されたのですが、その全てがなんと画像生成 AI ミッドジャーニーを使って作られたフェイク画像。その投稿は SNS で波紋を呼び、この画像を生成し拡散したヒギンズ氏はミッドジャーニーの利用禁止処分を受けることになりました。他にもフリー画像の著作権表示のためについているウォーターマーカーを削除するウォーターマークリムーバーが登場し、こちらも SNS で批判を浴びています。チャット GPT においても、イタリアがデータ保護の観点から使用を一時的に禁止するなど、多くの国や企業で急速に伸びる AI サービスとの向き合い方が日々議論されています。これからもどんどん新技術の登場や進化が起こることが予想できる中で、今後は使う側のモラルがさらに重要になってきそうですよね。今回はここまでです。今回は AI の進化がヤバい件について紹介しました。では進化の凄まじい AI に人類が仕事を奪われないためにはどうすればいいのか、そのために考えられることは3つ挙げられます。
まずクリエイティビティや問題解決能力、コミュニケーションスキルなど AI が苦手とする分野を磨き強化すること、そして絶えず学び続けて技術の進歩に適応し新しいスキルを習得し AI と共存しながら働くこと、最後に政府や企業が教育制度の改革や職業訓練プログラムの提供を通じて労働者が AI の時代に適応できるよう支援すること、これらを意識的に取り組むことで労働者は AI と共存して新しい職種や産業で働く機会を得られるとチャット GPT に聞いたら教えてくれましたというオチです。少しゾッとしましたか？AI に仕事を奪われないために人類はどうすればいいのかについて AI ではなく皆さんの考えもぜひコメント欄にてお聞かせください。他にも皆さんが気になるテーマについて私が調べてまとめていますので、チャンネル登録とご視聴よろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので概要欄の方からフォローお願いします。ではまたごきげんよう。